レスリング柴田三條。おっす。朝倉未来っているでしょう。ライジンっていう格闘技の大会に出てる、兄弟で格闘技やってる、そのお兄ちゃんの方かな、多分。朝倉未来、元アウトサイダー出身の、元不良の格闘家。で、今 YouTube やってんだけどね。最近、その朝倉未来がね、まあ、結構勢いあるんだけどさ、動画で、街の喧嘩自慢に、プロ格闘家が、スパーリングを申し込んだら、みたいな動画をね、アップしてるのよ。で、これ第2弾で、実は第1弾は結構前にやってるんだけど、まあ、結構強い、朝倉未来の持ってる強い企画で、まあまあ再生数もね、すごい稼いでるんだけどね。ちょっと一言言わせてほしいんだけど、こいつは、朝倉未来は、自分より弱いやつしかターゲットにしてない。まあ当たり前じゃん。プロ格闘家だよ。しかも、ランカーというかさ、まあ、今や、日本でも、まあその、なんて言うんだろうな。階級ではさ、まあかなり上の方のさ、強いさ、格闘家なのにもかかわらず、素人。完全に素人しか相手にしてない。まあ街の喧嘩自慢って言ったら、まあそれはそうだよ。街の喧嘩自慢で街にいるやつで自分より強いやつを見つけるのはまあ難しいと思うんだけど、でもこいつはね、そういうやつなのよ。ちょっと前もライジンで、階級を上げてのオファーがあったんだけどさ、こいつ断ったじゃん。で、自分はこの階級だから強いけど、階級上げたら負けるからって言って。で、こいつは、まあ結構、相手のことを分析して、あ、ここいける、ここ好きだな、みたいな、こう、計算しながら戦うキャラ、みたいな感じになってんだけど、結局ね、自分より弱いやつ、そして自分が絶対有利な状況でしか戦わない。だから、こう、企画見てみ。何でもそうだよ。こいつが挙げてる動画も全てそう。ね、これは例えば、自分がそいつより強いか分かんない。だから、リアル、関取、相撲取りと、戦ってみたとか、それは、体重100、2、30キロあるプロレスラーと、超でかいプロレスラーと戦ってみたとか、そういうね、もしかしたら自分が叶わないかもしれない相手とは絶対やんない。絶対そういう企画やんない。ただ、ね、街にいる。まあ当たり前じゃ、どんな不良だってそうでしょ。どんな不良だって倒せるよ、そんな。俺だって倒せるもん。ね、そこら辺の不良なんて。ね、そこら辺にいる雑魚を捕まえて、で、グローブつけて、なんだ?マウスピース噛んで。超安全な。喧嘩でもないよね、喧嘩でも。ね、こう、ベアナックルでさ、マウスピース噛まずに何でもあり。じゃなくて、自分のいつも練習してる、自分の得意なルールで、そこら辺の不良王と戦うみたいな。勝って当たり前。当たり前なんですよ。当たり前の、勝って当たり前のことしかこいつやらないんですよ。朝倉未来はね、言わせてもらっていいですか?弱虫だよ。弱虫。おい弱虫。いや、で、僕ね、で、これでね、結局何が言いたいかっていうとね、まあ、YouTube チャンネル、まあ、朝倉未来すごい当たってるじゃないですか。動画上げたら、100万再生から、まあ少なくとも50万再生。すごい。ものすごい勢い。で、これね、お金もすごい入ってくるんだよ。で、俺がここで言いたいのは、ね、格闘技の試合より楽な方法でね、お金を稼ぐことを覚えてしまったら、格闘家としてはもう終わり。これはもうね、昔からそう。ボクサーとかもそうなんだけどもさ、プロボクサーね。プロボクサーが、チャンピオンになりました。で、テレビ CM に出るようになった。バラエティに出るようになった。まあ、日本の、ボクサーで言うんだったら、内藤大輔とかさ、ね、すごい注目されて、テレビとかに出るようになったでしょ。そうしたら、もう途端に弱くなる。だって、で、そこにハングリー精神が生まれないんだもん。わざわざね、厳しい練習して、厳しい減量をして、で、戦って、ようやく勝ってお金がもらえる。じゃなくて、ね、テレビで、バラエティ番組でヘラヘラしてれば、その試合用にね、おっきなマネーがもらえる。YouTube だってそうだよ。ね、ライジンでさ、すごい苦労して、で、命もかけてさ、戦って、もらえる金額より、YouTube から月入ってくる金額の方がでかいの。これはね、もうね、ハングリー精神なんか生まれない。朝倉未来、YouTube でさ、
あの自分より弱いやつを見つけてさ戦うみたいなさ、こうたるい企画ばっかりやってるわけでしょね。そりゃ勝てるわっていうぬるいぬるい企画ばっかりやってるわけでしょ。こうなったらね、もうハングリー精神なんか生まれないね。もう朝倉未来はまあ YouTuber としてはね、今後ねガンガン成功していくかもしんないけども、格闘家としてはもう終わりやな、終わり。そして僕は言いたい、自分より弱いやつを見つけてね、ね、わざわざ戦ってるんじゃないよとね。結局アウトサイダーっていうか不良ってね、そういうやつだから、結局自分より弱いのしか相手にできないっていう感じで、僕はね朝倉未来のチャンネル、まあまあ見てやっとるやっとるってね、見てますが、僕から言わせてみればね、あんなもんはね弱虫です。朝倉未来格闘家としては今年中に終わるでしょう。柴田でした。明日を諦めずに